オーストラリア南東部にあるタスマニア島の小学校で遊具が突風にあおられて地面に落下し遊んでいた児童5人が死亡しました16日、タスマニア島内の小学校で空気を入れて膨らませるタイプの遊具が突風にあおられ空中に巻き上げられました現地メディアによりますとこの遊具で遊んでいた児童が巻き込まれ 5人が死亡したほか、複数の児童がけがをして病院で手当を受けているということです。当時、学校では年度末のイベントが開かれていました。遊具は突風でおよそ10メートルの高さまで巻き上げられたとみられ、当局は遊具がどのように固定されていたかなど詳しく調査する方針です。